二人にはもう話してあるがな。俺の家は娘夫婦に売った。いいか、逆らったら離婚だからな。急に娘夫婦を呼び出して放った夫の一言に、やはり夫の思い込みが迷走しているのだと理解した。それと同時に、私は開いた口が塞がらなかった。夫は私が母から相続した家を自分にも権利があると思い込み、天津さえそれを私に一言も相談せず、娘夫婦に売ると言い出したのだ。今までだって私の話など聞く価値もないと、私を見下して聞こうともしなかった夫。けれどいい加減自分勝手なその態度に、私も限界だった。は？相続したのは私だし、家はそもそも母のだよ。なんであなたのものになるのよ。そう聞けば、夫はヘラヘラと笑いながら、妻のものは夫のものでもあるからだと言い出した。一体誰が彼にこんなことを吹き込むのだろうか。私の母の家を自信満々に夫婦の共有財産だと言ってのける夫に、言葉が見つからなかった。そろそろ事情も理解して、後ろめたそうにしている娘夫婦を横目に、調子に乗って話も聞かない夫へとお灸を据えるべく、私はある人に電話をかけた。私はカズサ、今年で62歳になる。ごく普通の家庭を築こうとしていたつもりだが、昔から夫の言動に気になるところが多かった。夫は何かと自分に都合よく物事を思い込む癖があったのだ。例えば娘が小さい頃に初詣に連れて行った時のことだ。たまたま娘が福引きを当てたのを自分が当てたと親戚中に自慢して回り、夫は娘にひどく怒られたことがある。娘が国公立の大学に受かった時にも、娘が塾に通い頑張っていた頃には何も言わなかったくせに、合格発表の後には手のひらを返したように、俺が勉強を見てやっていたとまた吹い調し、娘や私に呆れられていたこともあった。夫はそうやって、とにかく自慢したいがために記憶を改ざんしているかのような言動をすることもあった。こちらが気づいた時に指摘して、すぐに謝ってくれていた頃はよかった。しかし、歳を取るにつれて、夫は頑固になり、自分の思い込みを信じて疑わないようになってきてしまった。それどころか、私の指摘を自分の都合のいいように私が言っているのだと、私を嘘つき呼ばわりする始末だった。最近ではもう、私が何か言っても、俺は何も悪くない。悪いのはお前だと開き直るようになってしまい、話もしなくなっていた。60代になって夫は自分の都合のいいことしか話を受け付けなくなってしまった。特に最近ではある友人に影響されたようで、妻を顎で使う亭主関白を気取りたいらしく、私の話なんかは聞く価値もないとまともに取り合おうともしなくなっていた。お前はいいよな。いつも家でダラダラと好き勝手できるんだから。あなただって仕事を退職してから好きなことをしてるでしょ。お前は俺を怠け者だと言いたいのか。あなたが私をそう言いたいだけに聞こえるけど。人の稼ぎに世話になってきたくせに偉そうな妻をもらっちまったのは、俺はかわいそうな男だな。大抵の会話がそんな調子で、自分に都合が悪くなれば妻のくせに偉そうだとか、自分はかわいそうだと言ってばかりで、話にならなかった。あまりにひどいその態度に、娘が注意しても、女が偉そうに、とふんぞり返るばかりで聞く耳も持たない。何度その悪態をたしなめても、その場では、はいはいと聞き流し、次の日にはまた元に戻ってしまうのだった。そんな高圧的な夫と円満な家庭を築くことなどできるはずもなく、娘が結婚して家を出た後は会話もなく、静かな家で過ごしていた。そんなある日、私の母が亡くなったとの知らせを兄から受けた。父はすでにおらず、実家で兄夫婦が母と同居してくれていた。
私は家族を連れて母の葬儀へと向かい、そこで兄からこんな相談を受けた。母さんと暮らしてた家のことなんだけど、お前が相続してくれないか？え？どうして？うちの奥さんの都合でな、すぐに引っ越すことになったんだ。そっか、わかった。お兄ちゃんがそれでいいなら、家は私がもらうね。兄は自分が金銭をすべて相続する代わりに、私に家を相続するよう求めてきた。どうやら兄はすぐに引っ越さなければならないらしく、家の手続きをする余裕がないとのことだった。兄から事情を聞き、今まで母の面倒を見てくれていた感謝もあり、私は兄の頼みを聞き入れることにした。そのまま売却の手続きをしてしまうことも考えたが、家族がずっと暮らしていた家でもあり、何か有効活用できないかと、私は少しの間、家をそのまま残しておくことにしたのだった。まさかこの出来事が、後にとんでもない夫の行動を引き起こすとは、後にとんでもない夫の行動を引き起こすとは、その時の私は、つゆほどにも思っていなかった。ねえ、お母さん。お父さんが私たちに家を売ってくれるっていうの。え？どういうこと？お父さんの家を私たちに安く売ってくれるんだって。家を売る？あの人に持ち家なんてあったかしら？葬儀が終わって少し経った頃、娘がふと思い出したようにこんなことを話してくれた。家を売ると聞いて、私は自分が相続した母の家のことを思い浮かべた。兄との話はまだ夫にはしていない。仮に聞こえていたとしても、なぜ夫が娘夫婦にそんなことを言い出すのかが理解できなかった。でも、お母さんが話を聞いていないなんて不思議ね。面倒な手続きとか全部お母さんに押し付けてきそうなのに。そうね。一体何の話をしてるのかしら。今度会った時に聞いてみようかな。私は娘からその話を聞いて、私の相続した家に夫が勝手なことをするのではないかという不安がよぎった。娘から話を聞いてからわずか3日後には、それを裏付けるように、夫はすぐに娘夫婦と話がしたいからうちに呼べと言い出したのだ。ねえ、ひょっとしてそれって娘夫婦に家を売るなんて話じゃないでしょうね。なんだ、知ってるのか。耳が早いな。金のことには目ざとい女だ。一体誰の家を売るつもりなの？当然、俺の家に決まってるだろう。夫の言葉に私は顔をしかめる。夫の持ち家など、今住んでいる家しかないはずだからだ。娘夫婦と同居でもするのかと思ったけれど、夫は家を売ると言い張り、それは自分の家だと言って聞かなかった。いいか、お前に口出す権利はないんだぞ。俺の家を俺がどうしようと自由なんだからな。私を見下して偉そうに話す夫とは話がまるで噛み合わず、私はため息をついてしまった。夫は、私に口出す権利はないと言うが、いつもの思い込みの激しさを危惧して頭を抱えていた。私の意見など取り合おうとしない夫を見て、私は夫の目論みを懸念し、ある人へ電話をかけることにした。それから1週間後、娘夫婦が我が家へやってきた。不安から顔を曇らせる私とは対照的に、娘は私の顔を見るなり、ニコニコと笑みを浮かべていた。どうしたの？ずいぶんご機嫌じゃない。あのね、お母さん。実は私、妊娠してるの。あらあら、そうなの？おめでとう。まだ目立たないお腹を撫でながら、娘は嬉しそうに妊娠したことを報告してくれた。娘の夫も娘の手を取り、笑顔でうなずいているのを見て、私まで幸せな気持ちになる。けれど、そんな空気さえ簡単に壊してしまうのが、後ろからやってきた夫の大きな咳払いだった。玄関先でペチャクチャ喋ってないで、
リビングに入りなさい。腕を組んで偉そうに言う夫に、二人はしんと静かになってしまう。取り繕うように声をかけながら、私は二人をリビングへと案内した。ソファーに座って足を組み、ふんぞり返った夫は、娘の報告を聞きもせず、すぐに自分の話をし始めた。二人にはもう話してあるがな。俺の家は娘夫婦に売った。ねえ、前にも聞いたけど、一体誰のどの家を売るっていうのよ。お前が相続した俺の家だと言っただろう。いいか、逆らったら離婚だからな。夫の放った一言に、やはり夫の思い込みが迷走しているのだと理解した。それと同時に、開いた口が塞がらなかった。百歩譲って、夫婦の家だと言い張るのはわからなくもない。しかし、はっきりと、俺の家だと言ってしまう夫に、さすがの娘夫婦も首をかしげていた。は？相続したのは私だし、家はそもそも母のだよ。なんであなたのものになるのよ。そりゃ、妻のものは俺のものでもあるからに決まってるだろう。一体誰が彼にこんなことを吹き込むのだろうか。私が母から相続した家を自信満々に夫婦の共有財産だと言い出す夫に言葉が見つからなかった。言葉も出なくなった私を正論で制したとでも思っているのか。夫は鼻で笑っていた。まるで私に学がないことを憐れむように、夫は目を細め、私を見てニヤニヤと笑っていた。その態度に思わず額を押さえ、私はゆっくりと夫に聞き直す。あのね、私が私の親から相続した家なのよ。なんであんたに決める権利があるのよ。何を言ってるんだお前は。そんなこともわからないのか。とにかく夫に理解してもらおうと、私は言葉を噛み砕いて説明する努力をした。その甲斐あってか、娘夫婦は夫に権利がないことを理解してくれたようだった。しかし、肝心の夫は何度説明しても、私がへりくつをこねていると言って聞かず、それどころか、いつもの頑固さで私をけなし始めた。ああ、わかったわかった。お前は自分だけで遺産を独り占めしようってんだな。欲深い女だよ、ほんと。夫婦の財産だと言うなら、勝手に決めないでと言っているの。大体お前は、自分の兄に騙されて、金を一切もらわなかったんだろ。そんな金の管理もなってないお前に任せて、一体何になると言うんだ。夫は、私が金銭を相続しなかったことすら、不満に思っていたらしく。そんなことを言い出した。お金だろうと家だろうと、夫には権利もないことに口を挟み、自分のものとして当然かのようにのたまう夫に、私は頭に血が昇るのを感じながらも、冷静に答えた。兄は私を騙していないし、私も納得してこの相続になったの。あなたに口出しされる言われはないわ。お前は本当に、夫を立てるってことを知らない奴だな。じゃあもういい。お前があの家の相続を放棄しろ。ついにはめちゃくちゃなことを言い出す夫に、いい加減我慢の限界だった。娘夫婦も様子のおかしさに夫をたしなめてくれるものの、やはり自分は間違っていないと聞く耳を持たなかった。実の娘に対してすら威圧的な態度をとるその様子に、何かがプツンと切れる心地がした。怒りが一周回って、すっと突き物が落ちたかのように頭は冷静だった。さっきまであんなに腹が立っていたのに、60代の夫が幼い子供がぐずついて当たり散らしているようにしか見えなくなってしまった。私は子供に言い聞かせるように静かにこう言った。わかった、わかったわ。あなたはもう私たちの話なんて聞きたくないのよね。頭のレベルが違いすぎてまるで話にならないからな。最初から俺の言う通りにしていればいいんだ。そう、わかったわ。じゃあもう私が何か話すのは諦めますね。
私はそう言って夫の話を遮り、ある人へ電話をかけた。夫はそんな私の態度が気に入らないのか、鼻の穴を膨らませながら私を怒鳴る。おい、一体誰に電話をかけてるんだ。すぐにわかるわよ。そう言って電話を切ってからほんの5分程度経った時、インターホンがリビングに響き、私は玄関へと向かった。ご足労おかけしてすみません。いいのよ、いつでも頼ってちょうだい。夫が暴走するのではないかという不安から、私はあらかじめ連絡を取っていた、とある人物に頼んで、我が家のすぐ近くまで来てもらっていたのだ。リビングの扉を開け、現れた人物を見て、夫は一瞬にして顔を真っ青にして震え上がった。何をしてるのよ、この愚弟は。そう、私がお願いして来てもらったのは、夫の姉だった。夫は昔から義姉が怖いらしく、頭が上がらないことを話には聞いていた。まさかここまで効果的だとは思ってもみなかったが、先ほどの態度とは打って変わって、おとなしくなった夫を見て、私は思わず笑ってしまう。おい、なんで姉さんを呼んだんだ。私の話を聞かないから。あなたが話を聞いてくれそうな人に頼んだだけよ。義姉にはすっかり縮み上がってしまった夫の前に座ってもらい、私たちは話を再開した。と言ってもここからは義姉による夫へのお説教会になってしまったのだが。だって妻のものは俺のものでもあるべきだろ。それじゃああんた、自分のものをちょっとでも上総さんと共有したことあんの？俺は稼いできた給料を渡してきただろ。俺は今まで必死に働いて、こいつは俺の稼ぎで食ってきたんだから。俺はって上総さんはあんたの少ない稼ぎでやりくりして、いつもご飯作ってお風呂も沸かしてくれて、家の掃除までしてくれてきたのよ。あんたはそれにちょっとでも感謝を述べてきたの？妻は普通夫を立てるものだろ。プライドばかりのガキ大将気取りのあんたにどこに立てるもんがあるっていうのよ。夫がゴニョゴニョと何か意見を言うたびに、義姉はそれを百倍返しにして叩きのめしていった。さっきまであれだけ偉そうだった夫が頭を垂れてうなだれている様子に、私は初めこそいい気味だと思っていたものの、しばらくすると娘と顔を見合わせて苦笑いをするほかなかった。なんで俺ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。山田はおとなしくて優しいいい奥さんをもらっていたのに、俺もああいう嫁をもらえばよかった。山田ってあんたの同級生の山田くんのこと？そうだよ。あいつは好き勝手なことしても奥さんはちゃんと言うこと聞いてたのに。夫はついに我慢できなかったのか、子供がダダをこねるように文句を言い出した。夫がよく話していた亭主関白な友人の話を持ち出し、私のことをハズレの妻だと罵り出した。私はその暴言を聞いて、心に決めていたあることを改めて決意する。自分のことを棚にあげて勝手なことを言う夫にカチンと来たのだが、それよりも先に義姉が夫の声をかき消すような大きな笑い声を上げた後、夫を叱責しだした。山田くんはあんたより数倍稼いでて、普段から奥さんに感謝を忘れない人。亭主関白じゃなくて信頼関係ができてるから奥さんもついてきてくれてるの。あんたみたいに文句ばっかり言ってるダメ男とは何もかも違うでしょうが。一気にそんなことをまくし立てたかと思えば、そのまま義姉はまたゲラゲラと夫を笑い飛ばした。夫は恥ずかしさと悔しさが入り混じったような表情を浮かべ、けれどもう何の反論もできないのか、またうつむいてうなだれてしまった。そういうわけだから私が相続した家を売るって話は一度白紙に戻してもらえるかしら。おかしいと思ってたのよね。あのケチなお父さんが私たちに家を安く売ってくれるだなんてさ。この度は
勝手なことをして申し訳ありませんでした。謝らなくていいのよ。全部この愚弟が悪いんだから。義士は快活に笑いながら娘夫婦にそう声をかけた。これでようやく話し合いが終わると思った矢先、夫はまだ諦めていないのか、私のそばに寄って耳元でこんなことを言い出した。なあ、娘たちに売るのは諦めるから、お前がその家を売ってしまえよ。どうして？どうしてって、お金になれば俺にも少しは分け前があるだろ、夫婦なんだし。家を自由に売ることができないと理解した途端、夫はそんなことを考えたようだ。どうしても自分にも取り分が欲しいらしい。ついさっきまで私のことを欲深い女だと言っていたくせにと、怒りがまた湧き上がる。この話し合いの中で自分がどれだけ私にひどい物言いをしていたのか、忘れてしまったのだろうか。その態度に呆れて言葉も億劫になった私は、代わりに一枚の紙を夫の目の前に突き出した。他人になればそんなことも言えなくなるわよ。私が夫に突きつけたのは記入済みの離婚届だった。今までも夫の態度に不信感はあったものの、今日まで耐えてきたつもりだった。それでも今日、娘の妊娠報告もないがしろにし、私に対しても家族とは思えないような態度に、いい加減我慢の限界だった。私は義士に協力を依頼するほか、あらかじめ離婚届も書いておいたのだった。今回も夫が身勝手な言動をするのであれば、遠慮なく叩きつけようと心に決めていた。案の定、私が予想した最悪のシナリオ通りにことを運んだ夫に、私はもはや一切の情もなかった。俺と離婚するのか？他人になるんだぞ。いいのか？いいわよ。むしろそうしてほしいの。私をないがしろにして、見栄を張るだけの夫なんていらないもの。金はやらないからな。俺の貯金は俺のものだぞ。結構よ。それじゃ、さようなら。義士に証人となってもらい、私はその場で夫に離婚届を書かせた。怒涛の勢いに娘は少し青ざめた顔で、自分たちのせいではないかと申し訳なさそうに私に謝罪をしてきた。けれど、離婚は以前からずっと考えてきたことだったし、勢いで突き出したようにも見えるが、後悔もしていないと私は娘に言い聞かせた。そして夫が何か言いたそうにしているのに気づかないふりをして、私は翌日の朝一番に提出に行ったのだった。後日離婚届を出した後、元夫はまたふんぞり返って、私が他人になることを喜んでいた。しかし私が引っ越しをしてから数週間もしないうちに、家のことが何一つままならないと私に電話をよこすようになった。おい、家の中がめちゃくちゃなんだ。飯を作りに来い。掃除もしろ。ゴミ捨てもしておけ。どうして私が？他人のお世話なんてするわけないでしょ。お前は俺の妻だろ。元妻です。離婚届を書いたこと、もう忘れたの？もともと家事など手伝いは一切したことのなかった人なので、こうなることは容易に想像できた。しかし、元夫本人だけはそれに気づかなかったらしい。離婚し、晴れて他人となったにもかかわらず、私をこき使おうとする元夫に、私は親切心からそんな電話が来ていることを元義士に伝えておいた。亭主関白を気取ってたけど、奥さんがいなきゃ生活もできないダメ男が、よくもまああんなに偉そうにできたわね。元夫はすぐにまた元義士にコテンパンにされたようで、電話はぱったりとやんだ。代わりに元義士からは、愚弟のことはちゃんと監視しておくから安心してという心強いメッセージをいただいた。そんな元義士から、実は元夫が借金をしていたことを教えてもらった。どうやら元夫は娘夫婦に家を売った後、
大金が自分に入ることを見越してかなり散財をしていたようだった。プライドの高い元夫は見下していた私の前で借金をしているだなんて到底言えなかったのだろう。元夫がそのことを言い出す前に離婚できて、むしろ助かったのかもしれない。私はといえば、離婚したと知った兄から相続分の遺産を分けてもらい、今は母の残した家で暮らしている。元夫とは会わせていないようだが、孫の生まれた娘夫婦は顔を見せにこの家へよく遊びに来てくれるようにもなった。お父さんみたいな変な人になってほしくないからね。大丈夫よ。あなたは真面目な子だから、この子もまっすぐ育つわ。でも、子育てって不安なの。お母さんはどうしてた？特別なことなんてしてないわよ。それでもあなたはちゃんと立派に育ってくれた。子供ってそういうものよ。目元が娘にそっくりな孫を抱きながら、私は幸せをかみしめる。不安そうな娘の顔を見て、私は孫にこう言い聞かせた。立派になんてならなくていいから、誠実な人になってちょうだいね。娘は私の思った通り、誠実な娘でいてくれた。さらには家庭を持つほど立派にも育ってくれた。私は母の家を大事にしながら、これからの孫の成長を楽しみにしている。